はい、造園パートナーズの大森です。今日ですね、こう伐採してあったんですけど、もともと何年か前にこう伐採されてて、でその後どうなるかっていうのをちょっと見てみようかなと。多分あの普通の広葉樹、広葉常緑樹とかだったと思うんですけどね、まあなんか椿だったり金木犀だったり、多分椿とかの感じなんじゃないかなと思うんですけど、これそのままだったんですけど取れますね。これ中のもう根っこ、木が枯れちゃって、中で全部あの虫が食べちゃったんですよね、微生物とかそういうので。でもう引っかえちゃうんですよ、根っこのところって。なんで伐採してそのままにしとけばもうこういう感じでなりますね。1年だったり2年だったり、まあ1年ぐらいでなるんじゃないかなと思うんですけど、1年か2年ぐらいで伐採して、いらない木伐採しますよね。そのいらない木伐採した後、根っこは残るかっていうと残らないっていうことですね。どん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 あの土に帰っていっちゃうんですよ。はい、なんでまあ無理してね、新しいのを植えないようであれば伐採してそのままで、でその後最後取ってあげればいいんじゃないかなと思いますね。すぐにあの何か植えるようであれば引っこ抜かないといけないんですけど、そういうのでまなければ、こういうような感じでも大丈夫なんじゃないかなと思いますね。あとあの針葉樹の類、松とか杉とか、ああいうのとかだと結構あのヤニが多くて硬くなっちゃう場合がありますので、そういうのとかだとあんまりね長い年月かけないとあの土に戻っていかないっていうのもありますね。はい、伐採してその後こういう風になるんですね、うん、今日はそういう感じのお話です。